エルナ、チャンネル登録よろしく。あれ、ノブニー。はい。それ、北海道日本ハムファイターズオフィシャルマガジンフォルテの3月号じゃん。あ、はい、そうです。これね、実は俺読んだことないんですね、はい、え、そうなんですか。そう、意外なことですね。どれどれ。はいはい、こういう感じで。すごい。はい。え、これオリジナル撮り下ろしですね。写真も多いですし、フルカラーで。はい。しかも選手の一人一人のインタビューめっちゃ長いじゃん。スケジュールもあって、はい、選手メーカーもある。ありますあります。これ一冊で足りるんじゃない。ほぼ全てを網羅してる感じ。 すげえ。あ、ファイターズガール2020のメンバーだ。ああ、はい、そうですね、載ってます。そういえば F ノアでさ、ファイターズガールって扱ったことなかったね。ないですね。なんかちょっとタブー視されてるもんね。わかります。で、2人ともさ、なんかそんな詳しいわけでもないしさ、特に絡みに行ったわけでもないしさ、ちょっと無知すぎるじゃん。無知だと思います、うん、これを機にちょっと勉強してみない、はい、いいかもしれないですね、うん、だってファイターズの魅力の一つでしょ、ファイターズガールって。中にはファイターズガールを見たいからって球場に行く人もいると思います。そうだよね、はい、そっか、じゃあこれを機にちょっと紹介がてら僕たちの勉強もしてみましょうか。あ、いいっすね。あ、ちょっと待っててね。え、あ、はい、やっていこうか。はい、じゃあやりますか。どれどれ、順番にいきます。はい。ファイターズガール2020年メンバー、うん、伊藤真奈美さん、1年目の方。フレッシュだね。そうですね、フレッシュですね、はい、すごい笑顔かわいらしいですね。ああ、そうですね、はい。小笠原優さん。おお、この方も1年目ですね。へえ、1年目ってフレッシュだね。そうですね、梶浦ほのかさん。あ、ほのぴす。ほのぴす。ほのぴす。はい。この子さ、前にも一回やってたのよ、ファイターズガール。ああ、そうなんですか。そうそうそう。ああ、詳しい。いやいや、でも4年目って書いてあるけど、はい。俺一回やってて、カムバックして4年目だからね。ああ、そうなんですね。そうそうそう。すごい綺麗な方ですね。ああ、それは、もうそれはそうですよね。はい。桑原優香さん。これも1年目の方。すごいお姉さんタイプの綺麗な方ですね。そうですね。小玉ゆのさん。あ、ゆのちゃんね。ゆのちゃん。うん。この子のね、お姉ちゃんも一時期ファイターズガールやってましたね。ちゆみちゃん。お姉ちちゆ。うん。詳しいんじゃん。いやいやいや。全然。そうっす。で、この子もね。はい。カムバックしてるんですよ。あ、1年目じゃない。うん。カムバックで1年目。ああ。うん。姉妹でやってるんですね。そうなんですね。そう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 。すいません、ちょっと知らなくて。ええ、とんでもないです。はい。はい、小林ウランさん。リーダーじゃん。クイミー。リーダーですよ。ウランちゃん、リーダーですよ。あー。はい。そうですね。ええー、ね。小林かりんさん。あー。1年目の方。いい、フレッシュ。そうです。素敵。はい。小山由紀さん。あー、はいはいはい。小山由紀ちゃんね。うん、この子、ね、応援ね、すごいハッスルしてて。しかもこう逆転とかするとね、うん、泣いちゃうんだって。ああ、すごい、やっぱファイターズ好きっていうのが伝わってくる。いいよね。やっぱそのエピソードは素敵だと思います。うん、はい。近藤智香さん。かわいいよね。あ、そうですね。そう、この子ね、ちょっとね、はい、身長ちっちゃめで小動物みたいな可愛さあるのよ。身長乗ってないんですけど。かわいいんだわ。そうですね。そうそうそう。いや、かわいらしい。うん、はい、もちろんです。はい。さぬきかえさん。かえちゃんね。かえちゃん、うん、かえちゃんね、面白い声してるんだわ。あ、声なんですね。面白い声っていうかね、ちょっとね、カスカスしたハスキーボイスで。そう、前ね、一回話しに行った時に、はい、うん、カスカスしてるからさ、はい、お酒飲んで酒明けしたんですかなんて言ったら、私まだ未成年です、はははなんていう話してた。うん、うん、清水麻耶さん。この子、ベンチ撮影の時、お世話になりまして。確かに。これ何に見えますって言ったら、何がですかって言ってた子でね。そう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 、お世話になりました。はい、この子は、はい、覚えてますね。瀬山桃香さん。はい、1年目の。あー、フレッシュ。はい、うんうんうん。高橋ひなのさん。ひなのちゃん元気でいいよね。いいよね。綺麗だし。あー、そうですね。あのミキティとの絡みなんか最高に面白かったもんね。あー、絡みまで。いや、素敵ですね。はい、なるほど。はい、滝谷美優さん。美優ちゃん可愛いよね。確かに、はい、うん、この子ね、道内のお祭りかなんかで、はい、こうシャーって乗って泥にバシャーンと落ちてた。
うん、面白かったあれ。うん、そうなの。うん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 、はい、はい、辻奈穂子さん、辻監督ね。監督、うん、ファイターズの辻監督。いや、まあ辻さんですから、あの現場監督。あ、そうなんですか。現場監督やってたっていう話で辻監督っていうあだ名がついてます。あ、すごい綺麗な方です。はい、 ありがとうございます、はい、中田沙耶さん、うん、これはもう1年目の方。あ、なんか初々しいですね。そうですね、初々しな感じで、はい、はい、出てますね。西崎ひかるさん、いやー、かわいい。ひかるちゃんのこの笑顔かわいいですよ。ひかるちゃんのこの笑顔はね、みんな持ってかれる。あ、そういうもんなんですね、はい、でもまあ3年目でもなんかそういうフレッシュさあるでしょ。いや、確かに初々しさがありますね、うん、まだね、若いんだけど、まあホープですよね。あ、なるほど。これからに行きたい。はい、うん、畠山真央さん、リーダーだよ。ウランちゃんとのダブルリーダーだよ。あ、ダブルリーダー。真央ウランっつったらもう当たり前じゃないですか。リーダーですよ。すいませんでした。すごいこの子ね、しっかりしてるんですよ。そうなんだ。はい、まあ、確かに、6年目の方。そうそう、ウランちゃんとやっぱね、ファイターズからグイグイと引っ張ってってくれてる素敵な子です。そうですね。はい、はい、はい、浜野ありささん、はい、3年目の方。ああ、僕この子ね、あんまり絡みないんだけど、ああ、はい、うん、すごい綺麗な子だなと思って気にはなってたんだよね。あ、知ってはいたですね。うん、ベースランで一回こうハイタッチしたぐらいかな。うん、うん、あ、すいません。はい、日野と琴音さん、はい、1年目の方。うわー、この子もなんか可愛らしい子ですね。そうですね、一緒だ。はい、三田部安奈さん、いやもうこの方はだってアクロバットですよ。あー、そうなんですか。そうそう、バク転とかバク宙めちゃくちゃかっこいいっすよ。あ、見たことありますよ、ね、はい、すごいかっこいいパフォーマンスに期待ですよね、今年も。ねえ、はい、山口玲奈さん、いやもう山口玲奈ちゃんもこの子もね、頑張ってほしい。頑張ってほしい。ええ、某情報番組で特集されててね。あ、はいはい、もうすごい本当応援してます。そうなんですね。はい、最後吉田桃子さん。はい、吉田桃子ちゃんね、この子ね、面白い子なのよ。あ、はい、あのニャンチューのモノマネめちゃくちゃうまいの。知らないです。知らないの。え、知らないの、はい、超面白い子だよ。あいやいや、今後も期待ですよ。ですよね。はい、はい、まあ以上です。なるほど、これがファイターズガールのメンバーなんだ。そうですね。はい、そういえばさ、はい、選手に推しっているじゃん。ああ、いますね。ね、これなんならさ、ファイターズガールに推し作ったら楽しみさらに増えない。おお、なるほど、うんうんうん、球場に行く楽しみが。そう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 、増えますね。言っても俺らさ、ファイターズガールの絡みとか全然なくてさ。全然ない。うん、推しなんかそれこそ作ったことないからさ。推しを作ったことはない、うん、だからこの際いい機会だから推しちょっと作ってみない。あ、それは賛成ですよ。うんうん。え、じゃあちなみに陽さんは。そうだね、はい、僕やっぱね、1年目の子を応援したいなって思ったんで。おー、まあ顔のタイプとかも含めて、はい、そうっすね。じゃあこの、あー、なるほど、押させてください。頑張ってほしいですね。球場に行くことが楽しみになりました。そうですね、はい、いいと思います。ところで、はい、これ3月号だよね。あ、そうですね。実はね、5月号出てんのよ。え、北海道日本ハムファイターズオフィシャルマガジンフォルテの5月号で、ほら、西川キャプテン。うわぁ、やばくない。濃いでさ、ほら見て、はい、取り下ろしじゃん。うわ、ほら、わわわ、ほら、うわー、こんなかっこいい春樹。あ、翔さんも出てる。これは買わなきゃ損だよね。かっこよ。コンビニとかファイターズのホームページとかでも買えるみたいだからさ。ああ、そうなんです ね。それは便利だ。そうそうそう、春樹好きに関わらずね、はいはいはい、買ったらいいんじゃないですかって感じですよね。そういえば聞いて、どうしたんですか。このフォールってさ、実はね、6月15日に発売される予定の7月号からどうやらね、ファイターズ写真館っていうのを連載するらしいんですよ。何ですかそれは。ファイターズのある風景っていうことをテーマに、うん、ファイターズファンのみんなから写真を集めてそれを特集すると。それはもう予算やるしかないんじゃないですか。そうだよね、はい、乗ったら嬉しいじゃないですか。いや、嬉しいですよ。この写真館については、うんうん、詳しくは
あのファイターズのオフィシャルホームページなどに載ってますんで。あ、そうなんですね、はい、ぜひぜひそちらをご覧くださいということ。はい、はい、ポルテさん今後注目ですね。いや楽しみだ。あ、忘れてた。なんすか。ファイターズガールの推し俺決めたじゃん。はいはいはい。ノムに誰にするの。僕のファイターズガールの推しはですね、うん、今年2年目の堀井ちゃん。放送席、放送席、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはりょうさんです。ありがとうございます。では最後にファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、そうですね、ファイターズのファンになって試合に行くとこんなに楽しいことがあるんだよっていう、そんな動画、これからもどんどん出していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今日のヒーロー、りょうさんでした。